皆さんこんにちは、塩塩の近藤でございます。すごいニュースが飛び込んできました。兵庫県でですね、弁護士さん、40代の弁護士さんが自筆証書遺言を偽造して、で、警察の取り調べを受けているっていうニュースです。でね、ニュースいろいろ検索してみたんですけども、あんまりまだ詳しいことは分かりません。40代の弁護士さんであるということ、自筆証書遺言を2回別の案件のようですけれども偽造している。で、相続人じゃない人がその、財産をもらえるような遺言を作った。で、それが、亡くなった人、非相続人、遺言者ですね、偽造された遺言ですけれども、その人の、気持ちに合っている。で、ワープロで作られた、遺言としての形式を整えていない、備えていないものがあって、それを元にして自分で弁護士さんが書いてしまったっていう事例のようです。それしか分かってないです。で、僕普段ね、遺言とか相続とか手続きやっている中でですね、ちょっと想像でですね、解説していきたいと思います。いずれですね、事実関係分かってくると思うんですけども、ちょっとね、事実と違う可能性ありますけれども、そういう前提でちょっと今日はお聞きいただきたいと思います。まず、自筆証書遺言。遺言というのはですね、公証役場で作る公正証書遺言と、全文を手で書く自筆証書遺言というのが、ざっくり言って2つあるんですね。で、その自筆証書遺言というのは全部を手で書く。少し物件目録はパソコンで作っていいとかっていうマイナーなところはあるんですけども、全部を手で書く、日付を入れる、で、印鑑を押す、これで完成するんですよ。ですから、誰が書いたかっていうのを、筆跡とかね、そういったことでしか分からないわけです。で、字を似せて書いたりとか、やっぱりね、亡くなる直前に書いたものっていうのは、こう字がね、かなり生前じゃない、元気な時の字とは筆跡がかなり違うとかってこともあるので、なかなかその辺は難しい部分だと思うんですけども、変わって書いちゃうと、これはね、それはやっちゃダメでしょっていう印象です。で、自筆証書の場合はですね、遺言を家庭裁判所で開封するんです。兼任っていうふうに言うんですけども、そうしないと手続きには使えないんですよ。ですから、兼任の手続きが入ったはずです。で、兼任の手続きをするときっていうのはですね、相続人全員に通知が行くんです。家庭裁判所で開封をするので、いついつここに来てくれっていう連絡が相続人全員に行くんですよ。ですから、遺言があったんだなってことはね、相続人全員に知れることになるわけです。そーっとやる、秘密でやることはできないんですよ。ですから、その時点で相続人全員に遺言なんてないはずだぞみたいに思われちゃったりとかってことがある。だからね、バレるだろうなっていう感じがしますね。で、相続人以外の人に渡したってことなので、僕の想像ですけれども、亡くなった息子のお嫁さんだったりとか、同居しているお嫁さんだったりとか、あと孫さんだったりとか、あとは事実婚夫婦で遺言がないと、何十年一緒に暮らしちゃって、その配偶者、籍を入れてない配偶者に対して財産を残すことって、遺言以外ではできないので、その3つのどれかがやっぱりね、だったんじゃないかなっていう想像をします。で、不動産があったかどうかっていうのは分からないんですけども、大きく分けて不動産があるかどうか、それから預貯金とかね、そういう金融資産ですけども、どちらにしてもですね、名義を変える、不動産の名義を変える、預貯金を払い戻すときは、遺言があっても相続人以外の人に残している場合っていうのはですね、相続人全員の関与が原則として必要になるんですよ。印鑑証明とか実印とか押してもらわなきゃいけなくなるんです。で、それは困るので、遺言執行者を定めます。遺言執行者っていうのは、遺言の中でその遺言で書かれている、不動産を誰に、預貯金を誰にってことを実現するための人なんですけど、それが指定されてる。で、その遺言執行者に、その財産をもらう人だったりとか、その弁護士さんとかが指定されてるはずです。で、遺言執行者としての仕事をしていくわけなんですけども、遺言執行者もですね、結局私が遺言執行者になりましたって通知を相続人全員に出さなきゃいけなかったりとか、最終的にどういうふうに財産を分けましたかっていうね、報告を普通するんですね。ですから、いずれにしたって、その相続人に、じゃあ遺言見せてよと、遺言見せてよ、これ全然実績が違うじゃないのっていうふうになるのはもうね、明らかなんですよね。なんでね、これを本当偽造なんかしちゃうんだろうっていうのはね、もう不思議でしょうがないです。必ずバレるの、しかも2回もやってるって、これはね、もしかするとその弁護士さんにこうかなりね、弱みがあったっていうか、例えばね、遺言を作ってほしいって依頼を受けていて、ワープロで作ったね、パソコンで作ったこう案みたいなものとか、箇条書きにされたものを渡されてるのに、それを放置して、
何年も放置してあの遺言をちゃんと作らないままに亡くなっちゃったとかね。でその責任をあのなんでちゃんとやってくれなかったんですかって責められてるとか、まあ、何かしらねあのもうやらざるを得ないような、まあもちろんやっちゃダメなんですけど、強いね事情があったんじゃないかなっていうふうにね想像しますね。もうねこれはこの有印私文書偽造ですから、これも犯罪です。その弁護士さんはもう当然弁護士さんとしての仕事はもうできなくなるし、まあね本当罪を負うことになるので、まあこれはね本当やるべきじゃないなと思います。ただね僕も実質所有のね偽造っていうのは見たことがあります。兄弟でですね、お兄さんが相続の手続きをしてほしいって依頼があったんですけど、しばらく経ってから、いや先生実はね遺言が出てきたんですよって言うんですよ。でお兄さんと妹がいて、でお兄さんがその遺言を持ってるわけなんですけど、実はその妹がねお父さんが書いた遺言を私預かってるからって言って妹が持ってきたんですけど、これねどう見ても妹の字なんですよねって言うんですよ。でその介護日誌みたいなのをつけてらっしゃってて、その介護日誌のその妹さんの字とその、遺言のね文字がですね、まあ僕が見たって、あこれ同じ人の字だな、これ妹さんが書いたなって分かるような感じなんです。でまあ僕事情を説明して、遺言偽造するとね、もう相続人としての権利も失うし、そもそも犯罪だし、それはね本当に絶対ダメなことなんですって話をしたら、分かりましたと。でお兄さんは妹をね犯罪者にしたりとか、相続を全部自分が独り占めしようと思ってるわけじゃないから、ちょっと妹と話してみますって言って、妹はねその遺言は取り下げて、結局2人で遺産分割協議をして、財産を分けるっていう風になってきました。まあね実質所有権本当ねその手で書いてもう押すだけなので、偽造ったら簡単にできますからね。ただこれはね本当にやっちゃいけないこと、弁護士さんがやるってのはちょっとね考えにくいですけど、すごいニュースですよね。また追加の情報がね入ってくると思いますので、なんか面白いことっていうか興味深いことがあったらまたご報告したいと思います。じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。この動画気に入ったって方はぜひチャンネル登録あるいはいいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。